鳥線か。今日は天気が不安定で雨が降ってくるっていうので、できるだけ急いで園芸作業をまずバンバンやっていきたいと思います。まずはこのハイセイペチュニアパープルレッド3株残ってたんで、これを1つの、これ8号ですけど、8号のポットに植えます。これはね、なんか寄せ植えとかして、あの売れなかったやつで開けたやつだから新品の鉢じゃないんですけども、とりあえずね、あのご無事にっていうことなんで、で、あの鉢に植えるとこのパープルレッドってね、このぐらいになります。これはもう前に植えたやつで、排生だからね、ちょっとこうしだれるような感じで育っていきます。で、あの花が終わってそのままにしとくと、こういう種ができちゃう。で、全般的に種ができると花つきが悪くなるので、種ができてたらその種ごと取る、気をつけてね、こういうの取る。で、これから種になっちゃう、これも取る。まあ、咲き終わった時点で枯れっぱなを取っていけば、もちろんその根元の種ができるところごとカットしていけば、その種をつけるエネルギーっていうのをね、あのお花を咲かせる方に回すので、よりベターです。ほら、ここにも種がついてる。で、ちょっと長すぎるところは切って、もうこれなんかいい株になってる。こういうのはもうこの鉢のラインをこう頭に入れてね、この上あたりで切っていくと形を丸く膨らんでいきます。こんなに切ってもこんな感じ。ここも切りたいけど、なんかあのおかっぱのね、右がちょっと長い、左が長いとか言ってどんどんあの短くなっていっちゃうみたいな感じだから、もうここでやめときます。こんな感じにこのバランバランに育ってるこの子たちをこういう形にしていきます。なんか前線が風が吹いててね、ちょっとなんか天気は怪しい。で、根っこがこんな、しかもここにナメクジが潜んでた、落ちた、ここにいた。まあ切ってから植えてもいいし、植えてから切ってもいいし。これ1株でもいいんだけれども、まあ、3株残ってるので3株植えちゃいます。まあ、ラベルは取ったら入れとく主義。ペチュニアもちょっとあのデベソ植えにするといいって言うけど、まあ、深植えにはしないよ。そんなに神経質になることない。しかもこれ丈夫ですから。で、こう植えたら切ります。あ、これは花を掴んで切っていく。つぼみも切る。
かわいそうと思っても切る。ちょっと虫食いもあるしね、すくってあげられてよかったっていう株です。なんか虫食ってるね。虫はいないけど、で、こういうの見たことありますか。葉っぱにこう筋がついてぐるぐる、ここにね虫がいるんだね、きっと。オルトラン入れてあるので、まあ、こういうのにも効きます。で、傷んでる葉っぱとか乱れてるところは、ね、お花っぽいところはみんな取る。こんなことばっかりやってますね、この頃。でも、まあ、あの手遅れになる前に植えればいずれ綺麗になります。それは私の怠け心次第なので、ちょっと面倒くさいなと思う時もあるんだけど、頑張ってやれる部分はやろうと思ってます。ちょうどこれから雨も降るっていうし、いいんじゃないかな。なんかペチュニアっていうのはもうペチュニア農家さんも言ってますけど、少しでもグリーンが残ってればそこそこすぐ回復するぐらい丈夫なので、こんだけ緑があれば十分ですよ。重い。こういうところが新芽です。こういうの新芽、こういうのが新芽。これが伸びてくる。まっすぐ伸びます。一丁上がり。次にね、助けなくちゃいけないのがこのパニエ、豪華な八重咲き。このね、ラベルと同じお花が咲いてたんだけど、今もう雨が当たって溶けちゃった。で、これはもうこのままだと売れないので 3.5 よりちょっとは大きい4号ポット、これを、5寸かな、5寸に植え替えていきます。もう手近に転がってる5寸ポットにどんどん植えていきます。そんなにね、根っこも崩さなくていい感じで、どうせだからちょっと肩を落として、この、あの買ってきた人もこの作業をやってあげるといいと思う。わかるかな、これ大事。こういうね、下っ端が黄色くなってそれをとりあえず取ってあげる。下っ端の黄色いところを取る、まあ、大きなのも取っちゃっていい。で、根っこは様子を見ながら、甘い。バチバチ切っちゃっていい。
変にね、あのこのぐらいで切っちゃうとこっからこう伸びてくるのでこのぐらいになっちゃう。まあ1から始めましょうっていうぐらい切っちゃっていいです。しばらくお花が見れないから寂しいとかっていうのはあるかもしれないけど、これ花の時期の長いお花ですから、あのね、一期咲きで1年に1度しか咲かないような花っていうのは切り戻してるともう今年お花見れませんから、そんなことはしないんだよ。でもこういうペチュニアとかっていうのは夏中咲くのでね、夏中咲くので、あの最初が肝心で切り戻して、ほら見て、こんな株をこんなにしちゃうんです。ありえない、信じられないっていう感じにぐらいまで切っちゃいましょう。怖くてかわいそうだって、ね、思うかもしれないですけど、まあ先に切ってもいいです。縁回りぐらいで、わかるかな、 縁にハサミ当ててここで切っていくと、縁からはみ出したものがなくなりますよね。で、あと残ってんのは上に行ってるやつだから、それも竹を詰める。今竹ってわかるかな、雪竹とかって言いますよね、日本の昔からの着物とかでね、まあ洋服とかでも、おばあちゃんとか、ちょっと竹が短いわねーなんて言うでしょ、その竹。こんな感じ、いい感じに葉っぱがむしれた。むしりすぎもね。あんまりむしりすぎると育つのにちょっと時間がかかるかなって思うんだけど、だいたいね、初めて切る人はこう遠慮がちに切りがちなので、このぐらいに切っても大丈夫。まあせめてこのぐらいには切ってください。でちゃんとラベルはつけとかないと、この子が何のペチュニアだか分かんなくなっちゃう。なんかアジサイを鉢増したりした時のね、五寸のポットが庭にゴロゴロ転がってる。汚いのは捨てるんだけど、もういかにもおろしたてのやつはね、かわいそう。なんか SDGs ってなんだよ。まあなんかリサイクルしたりとか再利用したりとかっていうのは言われる前からとっくにやってますね。子供のね、中学の時からぐらいからもうサイズは一緒だから、男の子だからどんどんむしろ子供の方が大きくなるんだけど、私もどんどんムクムク大きくなってるので、上のねシャツとかトレーナーとかそういうのはもう子供のお下がりのサイズがぴったりで、古くなったのをポイポイしてて新しいの買うから、まあ学校名の入ったねジャージなんか何も大人が着ることない。よくね、認知症のおばあちゃんとかがね、中学のジャージとか着て徘徊してたりするけど、
そんなおばあちゃんになるかもしれない。これなんとかね、結構なんか物が良くて傷まないんですよね。だからまあ作業着として着るには十分。で特にうちは DIY とか今やってて、ペンキとか塗るから、ペンキなんかね、あの何着てたって絶対つくから、だから、まあ、ペンキついちゃったら捨てるっていうのがいいんじゃないでしょうか。もう最後のお勤め、ここまでやりゃ、まあ、洋服も本望でしょうっていうぐらい着てあげてるから、ね、大丈夫。うちはもうなんだか昔からそうでね、骨付きのお魚とかね、あの鶏肉とかね、もうなんかここまで食べれば本望でしょうっていうぐらいね、もう綺麗に食べる、仕込まれたっていうか、父とか母とかしっかり仕込まれました。魚綺麗に食べられます。父のお母さんが魚食べるのが下手でね、もう子供の私たちよりよっぽど下手。なんかおじいちゃんがおばあちゃんの分のお魚は骨外してあげたりしてたらしい、若い頃ね。そういう風にして自分でやってこなかったから、自分ではできない。で父方のおばあちゃんっていうのはもう猛烈あたろうじゃないけど強烈な人で、なんか悪いことばっかりして、あの目端が効いてね。まあそれもそのはず、あの子供8人いて、おじいちゃんが飲んだくれで仕事しなかったから、もう離婚はしないんだけど、おばあちゃんが一人で子供の育てて、おばあちゃんが稼ぎて、だからもうものすごいなんか目端の利く人でした。なんか生命保険会社でトップ営業セールスで、うちの母なんかはね、ばあちゃんの成績があの到達しないときはね、勝手に保険入れられちゃったりとかして、すごいちょっと怒ってましたね。なんか母とかうちの家族のためになるような保険じゃなくて、ばあちゃんの成績にいいような保険ばっかり入って、で保険料払うのはうちだから、もうすごい怒ってた。ハズレくじみたいなね、親戚が集まってお正月なんかはもうすんごい前からおせち作ったりとかして、で客が来ても台所でもうずっと働いて、しかもちゃんとね和服なんか着たりとかして、ね、今一緒に住んでるお母さん、まあ苦労が絶えた。まあ口うるさくて私はあんま好きじゃなかったけど、で私は父方のそのおばあちゃんとかとなんかきっとね性格が似てるんですよね。体つきとかも私は父方のおばあちゃんだから、私は制限なしに食べてたらものすごい太るんじゃないかなと思う。このぐらいをキープしてるのはね、私の努力なんです。どう？こんな感じ。どんどん切ります。以下省略でね、あのビデオ止めればいいのに、全部植えるまで喋って。まあ、私はね、元来おしゃべりなんですね。昔ね、うちにあの居候がいて、次男の友達なんだけど、ずっとうちに住んでたのね。あの中学生ぐらいから、まあ、ちょっとネグレクトっぽいなんか複雑な家庭のお家での子で、でお家が嫌いでね、うちにいちゃって、もう小学生ぐらいからいて、
チャイムが鳴ったから、夕焼け放送が鳴ったから帰んなとか言っても帰んなくてね、まあ、毎日毎日、まあそれでも小学生の頃は帰ってた、7時過ぎぐらいに帰ったりとかして、ね、相手の親も心配もしない、7時に帰ろうが8時に帰ろうが、ご飯は小学校の頃は出してなかった。人んちの子にねご飯出すっていうのはちょっとねハードル高いんです。そんなことしていいものだろうか。でその子がね私に向かってね、まるまるの母さん、うちの名字ね、あのすごいずっと一緒にいたんだけど、最後の最後まであのまるまるの母さんって名字言って、なんとかの母さん、私のことは呼んでましたね。でよそんちのねお母さんのことはね、あのてっちゃんママとかね、いろいろ呼び名が、その子独自の呼び名があったけど、私はその名字になんとかの母さんってずっと呼ばれてました。私もその子のことは名字の上二文字でね、あ、例えば山田だったら山、そんな呼び方をしてました。でその子がね、なんとかの母ちゃんは私のことね、あの本当おしゃべりだよねって、口から生まれてきたんじゃないのって、でずっとその子がいて、あの次男の同級生なんだけど、まあ、会話が成り立つんですよね、頭のいい子だから、まあ、性格はあんまり問題ありですよ、よくない、でもなんか会話が成り立ってね、ずっとおしゃべりしてた。学校の先生とかもね、この子にとって良くない環境だとか言ってね、口ではですよ、自宅にちゃんと帰れるようにそういう配慮をした方がいいみたいなことをね、ちょっとね喧嘩しに学校行ってるっていうぐらいで、まあ、 あの弱い者いじめとかじゃないんですね、あの突っかかって挑んでくる子が来るいるので、あのそういう子をのすっていうか、ね、先生とかともバチバチやり合って、ちょっとね壮年っていうかね、40、50ぐらいの先生はね、その子にが相手だと思うとね、一対一では立ち向かない、ちゃんとあの職員室に呼びに行って、若い先生で、例えばねなんか部活動の時なんかにね、こう怒り狂う時があるんです、 なんかの、ね、サインが入って怒り狂う時があって、まあ私は後から話を聞いてるんだけど、例えばねその子はサッカー部なんだけど、足が速いから駅伝の選手に選ばれて、自分はサッカーの練習、朝練でねサッカーの練習をした後に陸上部の練習もしてる、であの走り込みなんかをすごいやらされているのに、陸上部の部室で1年生がたむろして遊んでると、でお前ら何やってんだとか言って怒り始めて暴れ始めて、それであの1年生を全員のしたとか言って、でそれを止めようと思ってね先生が来て、で、あこいつもうなんか切れて暴れてると思ったら、なんかもう自分一人では立ち向かわなくて職員室に行って、若い先生もう校長から教頭から全員あの15人ぐらい来て、それで羽交い締めにして止めるとかね、それでも最後の最後まであのパンチを出し続けて、若い先生が随分痛い目にあった、強いんですよ、ね、暴力反対の世の中だけどね、なんか私はその話を聞いてね、まあ面白くてしょうがなかった、よくやった、よくないよね。あとはね、これ売れ残りのテレーズ、まだこれつぼみっていうか、まだまだこれから咲くんだけど、
これもあの3回再出品して売れ残ったやつなので、もう植え替えちゃう。何植えるかな。このアジサイはちょっと大きいので、大きめに植え替えて、なおかつ背を低くする。でこれはもうこれ植えちゃったらもう来年までこのままなので、ちょっとねしっかり植えます。これ底面給水の5号だから、土がこんなしかないね。これはあの今の時期アジサイすごいあの取引あって、あの買ったりもらったりすることがあると思うので、植え替えの参考にしてください。こうやってもうね、この5寸から考えると、これ8号だから2回り3回りぐらい大きいのに植えました。それはこのアジサイが大きいから。でもう一個同じのがないから、まあこっちは7号かなするけど、5号よりは大きいね。横にして見てみると色が違ってるんですよ。で去年ここに切ってるってこと、ここから緑のところは今年伸びたとこ。だから去年切ったとこより2節ぐらい上で切る。にしちゃう。それでね、ちょっと縮れてるような葉っぱはもう取っちゃう。で心配しなくても、ここから新芽が出てくるんです。この ここね、ここから新芽が出てきます。もう丸坊主で葉っぱが全部落ちちゃっても新芽出てくるから大丈夫です。これはねラベルがついてないので名前書いとく。なんか普通の割り箸がなかった、だからなんか竹のストロー、ちゃんとあの木みたいなのに書いとくと、あの字がね薄くなっちゃったりしないのでおすすめです。プラスチックのねあのラベルに書いとくと、翌年にねこれなんだったっけって思って見ようとするとね、あの聞いちゃって、な結局何がなったか花が咲くまで分かったんです。花が咲いたってね、珍しい品種なんて覚えちゃいないから、品種名分かんなかったです。ちょっと土いいですよ、よいしょ、ね、ここが去年切ったところ、そこから2節、1個、2個で切ります。もう切ってるとね、ペチュニアとか切ってると切るのにためらいがなくなってくる。はい、これで出来上がり。こっちの方が大きいから来年大きくなるかもしれない。でも切り戻したのは同じぐらいの高さで切り戻してます。ここからこうやって大きくなるのでね、こうやって切ったところからピヨンと伸びて、その先に花が咲きます。だからね、それをイメージしてこのぐらいで切ると、それよりさらに20センチ上ぐらいで花が咲く。鉢底からまあ50センチぐらい、80センチぐらいになっちゃうのね、高いところできると。でもまあ咲いたお花のてっぺんが50センチぐらいに収まった方がコンパクト。今ね場所もないからね、置き場所もあんまり大きくしない方が私はいいと思います。これでね、まあ私は花屋なんでやらないですけど、
花や販売する人はね、あの増やすってことはあんまり考えない方がいい。それはあの農家さんの仕事。でもまあご自宅でこうカットしたら、これを、まあ、カッターとかできるとこうやって斜めに切るでしょ。でこれを半分ぐらいに切る。でこれを花瓶かなんか入れて水揚げをしといて、ね、花はちょっとね、まあこういうのでもいいけど、このまま花瓶に刺したりとかして最後まで楽しんであげて、でこうカットしたやつをね、葉っぱは半分で下はこうやって斜めにして、で水揚げしてからメディネールとかっていう発根促進剤なんかをチュッとつけて刺しとくと根っこが出てきて増えるかもしれない。あの一か八かでちょっとやりたいなって切った後に、まあ、実験がてらやりたいなと思う人はやってみてください。楽しいですよ。でもまああの増殖譲渡孵化とかいうやつは人にあげたりしないように、ジェネリック薬品みたいにもうあのブランドのこう価値がね、あの溢れてても、あの増殖しても問題ないっていうようなやつは、例えばマリーゴールドをさあの増やしたりとか、あの刺し目で増やしたりとか、あとペチュニア、普通のペチュニア刺し目で増やしたりとかっていうのは構わないんだけど、ちょっとラベルがついてるようなやつはあの増やすのは構わない。だけど揚げたり売ったりしないようにしてください。生産者がね一生懸命手塩にかけてあの育ててきたやつ、そういうのは増やしたり、あの増やすのはいいかな、揚げたりするのは大丈夫。もらった人が本当は買ってその生産者に利益がいくべきはずのものをあの個人が増やしてあげちゃったらダメなんですね。この栄養系ペチュニアのコンペイトをね、一株1ポットで 4個かな、4個植えました。で、こっちが27センチ、8×24、8×32、3×29、9号ポットか、プランターにここには3株植えちゃおうと思います。もうねこれ苗のまんまだとこれで伸びてるとどんどん悪くなっちゃうので、もう植えるしかない。もう散髪方式で短くして、もう雑にで黄色い葉っぱを取って、ちょっと大きいのも取って、大きいの取ると下のが見えてくる。で3株植えます。こうやって伸びてくると中が、中がスカスカで傷んでくる。栄養系のペチュニアに限りますけど、あのこういう風にね伸びちゃって黄色くなっちゃってなんていうのが、安く売ってたらもしかしたらチャンスかもしれない。育てるチャンス。一株こういうのって500円とかね、場所によっては700円とか、ポット苗の値段ですかってびっくりするような値段で売ってますから、こういうね、でも黄色くなっちゃうと値下げしてたりするかもしれない。でも切り戻して植えればもうこういう状態からでも良くなりますから、そういうのあったらちょっとお試しで、まあ値段と相談しながら買ってきて植えるのもいいと思います。普通のペチュニアはね、新鮮で新しくていいの買った方がいいです。そんな大して値段ね違わないから。母の日前でね寄せ植え作った方がいいのは重々承知してるんですけども、
なんか寄せ植えっていうのは一年中売れるの、売れるっていうか一年中作って売ってるので、あの母の日のカーネーションにこだわる必要ないと思う。まあカーネーションの苗も買ってきてはあるんだけど、こういうね、もう今ここにある生地みたいなね、今やんなきゃしょうがない作業を、まあそういうのがな、春先って多いんですけど、買ってきちゃったカリブラコアとかね、そういうののお手入れをちょっとまあ優先して、それをどんどん急いでやっちゃおうと思って、そうでなくてもね、なんか普通の苗は売れ残っちゃって捨てちゃうものも多いので、ね、できるだけ無駄にしたくない。まあでも24入りっていうのはちょっと売り切れない、もう花屋さんもね、よそのお花屋さんも半分捨てたとかね、いろいろ言ってますね。全部売れる前提で値段つけとくとね、大赤字です。でうち全部売れるつもりで値段つけてるから、なんか貧乏暇なしなんですね。でも本当に切羽詰まった貧乏暇なし時期はもう終わったので、もう本当に良かった。もう子供が学校に通ってるとね、あの年度代わりとかでお金かかったりするじゃないですか、学校進学とかね。でまあ小学校から中学校に上がる時なんかは制服も作んなくちゃなんです。制服なんてね、うちね、あの長男しか作りませんでした、中学校の制服。あのまあ子育てしてる時ってあのよく分かんないじゃないですか、いろんな常識とか。それでね、野球をやってたんだけど子供たちが、でその野球の、まあ、長男の同級生のママさんは、長男より上の子供がいて、学年がちょっと違う子供がいて、それでね、あの持ち一戸建てみたいなね、あの裕福なお家なんだけど、制服なんてあのリサイクル制服あの売ってるからそれを買ってねとかって話して、でうちはもう貧乏でちょっと制服買うお金ないなって、いや長男の時は離婚しなかったかそんなこと思わなかったですよ。そういう話を聞いてたので、次男の時にはあの制服買うお金がなくって、それであのリサイクル制服中学校の PTA のね、その時長男が入学して卒業と一緒に次男が入学だったのかな。でその時はもう離婚してた。それで長男も高校の制服作んなくちゃいけなくて、次男の中学校の制服までお金が足んなかった。まあ長男も高校の制服は買わなくちゃしょうがないから、それで体操着とかね、そういうのだけは新しくしました、次男の。で制服はね、ごめんね、リサイクルでいいね、別にね嫌がんなかった。それで小学校の卒業式の時に名前呼ばれて、はいって返事して壇上に行って、あの卒業証書もらってくんだけども、うちのなんだろうな、うちの次男が登ってく時に、なんだろうな、練習の時かな、校長先生がね、あでも制服着てたんだか本番かな、なんか校長先生が後ろにいて、次男の制服 の背中をちょっと払ったのね。でそれね、後で思ったんだけど、なんかクリーニングの後でちょっと制服が光ってたのね。で新品の制服だとそういうことはないから、なんかすごく印象に残ってる。それはなんかなんだろうな、切ない思いっていうわけでもないんだけど、大変だったなあの頃はって感じ。これ 1,2,3,4,5 あと5個だから、大きいの33センチのに
一つに植えちゃいます。でね、あの次男の背中を触ってパッとなんかちょっと払おうとした校長先生もリサイクル制服だっていうのに気がついてね、そーっと手をね後ろにやったっていう、校長先生もあっと気がついた。まあいろいろなご事情のご家庭っていうのがありますからね、しょうがないですよ。なんか兄弟たくさんいる子でもあの宿泊学習みたいの絶対行かない家庭とかもあったしね、なんかお金がかかるからお休みしちゃって、でもそういうのしょうがないもんね。まあうちはそのうちに入り浸ってるね居候、あの果ては居候にまでなってもう24歳ぐらいまでいたのかな、24ぐらいまでうちに入り浸ってた居候の次男のお友達なんかは別に貧乏じゃないんですよ。実のね、血がつながってない片親はいるけども、あの両親は揃ってるし、だけどちょっと辛い目に遭ってる。それでね、辛いとも何とも言わないんだけど、もう行動が物語ってるよね。うちにずっと入り浸ってお家に帰んないとか。うちの次男もね、毎日毎日その子が来るのね、朝から晩まで。それでまあ仲がいいんだか悪いんだか、もうなんか受け入れるっていう感じ。まあ次男どころか長男も末っ子もしょうがねえなっていう感じで、いて当たり前みたいな感じ、来て当たり前みたいな感じ。たまには家族水いらずで過ごしたいんですけどっていうぐらい来てましたから。でその子なんかを見てるからね、うちの子たちはなんか金があるから幸せで金がないから不幸せだっていうような、そういうのがね思ってなかったと思いますね。金があってもこいつ大変だなって、実家にね金があるっつったって子供の時代だから子供が金持ちってわけじゃないんだけど、別に制服だろうとね、なんかサッカーやっててなんかがいるからっていうと買ってくれたりとかね、サッカーのかっこいい服着てたりとかしてますけど、なんかスポーツ専門店にね金だけ渡して自分で買ってこいみたいな感じだから、私が車出して買いに行ったりとかしてましたよ。なんて親だろうね本当に。で私はもうね、あの親の大人の世話までできないから大人の事情なんて分かんないけど、な子供はね、まあ余力があればまあ人助けみたいなもんで、まあその分非常に楽しかったけどね。よし、これでコンペイトーは全部植えました。あと気にかかってんのは何だろう、カリブラかな。でもまあこれあのモリモリしてきたらちょっとまた動画にします。こんなところなんかはねちょっと傷んでるけど、これがどうなっていくことや。前回植えたのがこんな感じ。これがその前に植えたカリブラのカメレオンで、これが花衣。いい感じになってますよね。この鉢の中でこんもりあんまり高くならずに咲いてます。それでバチバチ切って花芽なんか全部切っちゃったんだけど、花芽って全部花芽が上がってますから、ペチュニアってこういうようなものなんです、栄養系のね。でまあこれも同じこのぐらいにして植えたやつがこうなってるので大丈夫だと思います。これなんかがサフィニア、波打つようにっていうやつね。
でもこれもうちょっと花がついてもいいからもう一回切りたいぐらい。これが一回切ったやつ、あのバッチバチに切った栄養系、栄養系じゃない、これサフィニアね。サフィニアがこんなぐらいになりました。これですね、サフィニア、サントリーのサフィニア、波打つように豪華に咲くって。これも売ろうかな。これで一度切り戻すといいってことが分かってもらえたでしょうか。なんかね、中の方にお花がなくて脇の方にまばらに生えてた、花がついてただけなんです。で、これあのじゃあ売りますね。これ買ったらもう一回切ってもいいと思う。もう出てるところバチ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 っと切ると、切ると今度中の方、こっちの方にも花がつく。うちから買ったらぜひもう一回切ってください。あの切るのは今までいっぱい画像に出したから、あ、こうやって切るんだなっていうのは分かると思うんですよね。こういう、今切っちゃうと売れないけど、ここら辺で切る。鉢がねここにあるから、鉢周りでぐるっと切る、まあ、それやってみてください。これは、ね、このサイズで750円、800円かな。ね、かっこいいでしょ。こんなですもん、ね、これがサントリーのサフィニア、夏にぴったり。